黄金の玉城、黄金のは、ロシア語、ゾーラタは、ロシア、モスクワ北東近郊にある都市群の名称。古くは、ザリエーシェイとも呼ばれた。これらの古い都市は、ロシア市、ロシア正教会における精神文化、芸術、建築などにおける源流が形成された地域として重要視される。これらの都市は、11世紀から15世紀末に、イワン・ライテイが各地を征服し、 中央集権体制を構築するまでロシア諸公国の首都として映画を誇った。都市自体が野外建築博物館とも言える。12世紀から18世紀におけるロシアの都市に特徴的なクレムリン、修道院、大聖堂、教会を要する。黄金の館の都市が観光地として献殿されるようになったのはソ連時代の1974年のことである。 ソビート連邦の崩壊後も外国人向けの観光地として整備が進められている。これら都市のうち、セルディエフ・ポーサードやヤロスラブリエは、モスクワのヤロスラフスキー駅から鉄道で、または、ロシア連邦道路 M8 で車で行く。ウラジーミルやスーズダリエは、カザンスキー駅から鉄道で、または、ロシア連邦道路 M7 で車で。ありがとうございます。